電気通信大学の学長の田野と言います。今日はですね、先ほど、研究データポリシーっていう言葉が随分出てましたけど、そういうような、真面目な話ではなくてですね、実際の応用面から、本学、電気通信大学が進めている試みについてお話をして、で、それが、サイエンス 2.0 に関係するんですよっていうのをですね、お話ししようと思っているところです。で、具体的にはこんな4つの話をしようと思ってて、で、私の大学のその競争進化スマ社会っていうのはこんなものだよっていうのと、で、それはお話だけじゃなくって、まあ実際やってるのもちょっとあるので、その実際やってるやつはこんなのがあるのよっていう話。それとですね、サイエンス 2.0 にそれが、実はこの2つっていうのは繋がってるんですよっていうお話。それと、実際なかなかこうサイエンス 2.0 にはいかなくてですね、で、その解決するためにはこんな課題がありますよっていうのをですね、こっちの社会の方からこう話をするんですけど、それはきっとサイエンス 2.0 っていうのをですね、本格的に動かすためには、それが必要なんだろうなと、この課題もですね、関係するんだろうなという気持ちで、この4つのですね、ことをお話ししようと思っているところです。でですね、じゃあ最初ですね、最初はこの、競争進化スマート社会ですね。で、ですね、電通のビジョンってこの前決めて、で、これはあんまり PR しませんけど、その中でですね、ソサイティ語っていうのが先ほどのその講演も出てきましたけども、実はソサイティ語ってのは未定義なので、私は競争進化スマート社会ですよ、みたいな、そんな、新しい、こういった機能が必要なんですよっていう話を、ビジョンでは入れてますけど、それはまあ、言葉みたいな、バズワード並んで、並べたね、みたいにしか思えないと思います。で、実際ですね、もうちょい、細かいのがあって、それはですね、この競争進化スマート社会っていうのは、AI とかネットワーク、ロボット、量子技術などによって、技術的に進化する社会を、ソサイティ語と呼びましょうというふうに言っています。まあ、ですから、政府が言っているソサイティ語というのはよくわかんないですけど、いろいろな幅広いんですけど、まあ、こんな技術で自律的に進化するソサイティ語ですよっていうのを持っていて、まあ、その、教育研究実現ありますよっていう話と、自分自身もスマート大学になっちゃうよっていうようなことをミッションとして挙げています。まあ、これで言うと先ほどの競争進化スマート社会っていうなんかバズワードみたいなやつよりも、まあちょい、技術が入って自律進化だから、まあちょっと、詳細にはなりましたよね。で、実際ですね、もう少し次のことを考えていて、で、こういったこの3つのですね、3つの機能で、社会自身をですね、自律的にイノベーションを起こすようなことを、計画しましょうというふうに思っています。これは何かというと、ここでちょっと、今日の話と関係性が出てくるんですけど、データですね。データと機能を地球規模でネットワーク連携させましょうということで、すべてのデータ、すべての機能が、データ、これセンサーって書いてありますが、社会的なデータもそうですし、実験のデータもそうですし、人間が動く、実際の自然の社会のですね、データもそうです。で、機能っていうのはですね、例えば、これで言うと、例えば、電車を止めるとか動かすとか、そういった機能です。ね、ちょっと危ないんですけど、そういったデータと機能をですね、地球規模でネットワーク連携する。だから、Web API で全て立てるということです。まあ、その時は、ネットワークの研究とか、分析が立てますよっていう話を宣伝のために使っています。で、とにかくつながるよって。データだけじゃなくて、機能までつながっちゃうんだよっていうことです。それが1個目の箱で。で、2つ目の箱はですね、もう今でもそうなんですけど、データが集まりすぎていて、もう人は見れません。もう捨ててるだけです。なので、こういったたくさんのデータとたくさんの機能をですね、まず機械値に投げてしまって、で、どんな、新しい、ルールが見つかったよとか、ああいう面白い観点の、知見が得られたよっていうのをですね、まず機械値とその人間値が話し合って、新しい方法を見つけると。社会を変える、社会を変えようと。で、それ見つかったらですね、そのまま社会に出ちゃうと、社会が爆破するかもしれないので、安定性とか、可制御性とか、可観測性っていうのを検証して、で、それで社会を埋め込んじゃうと。埋め込んじゃうと、また状態が変わって、データが変わって、機能が変わって、で、新しいのを見つけて、っていうふうに、どんどん新しくなりますよ。まあ、そんなのをですね、私たちは、競争進化スマート社会というふうに呼んで、まあ、これが、全て研究テーマ、私たちの大学の研究テーマにこの赤いところなんですけど、なっているので、これをやりましょうということを言っています。で、この対象はですね、どこでもよくって、例えば電力でもいいですし、こういった、公共の、電車でもいいですし、おじいちゃんおばあちゃんの相手でもいいですし、というのをですね、まあ、どこでも同じようなこの、仕組みで、リアルタイムで、進化するでしょうというふうに思っているところです。でですね、で、
この社会的なインパクトというのは何かというとですね、これは、自律的に進化し続ける社会が出てくると。今まではですね、こう社会って、まあ、こっちの社会のことを考えてるんですけど、こっちの社会は、設計1年、実装1年、運用10年とか言って、10年ぐらいずつしか上がらないと、こう、良くならないというんですけど、これだと、進化の源が万人と、あと、機械値っていうのになっていて、で、それがリアルタイムで、進んでいくでしょうというふうに思っています。で、これまでは特定の企業がですね、こういったデータを握って、社会進化を、担っていたんですけど、そうすると、特定の企業の立場での最適化にとどまりますし、まあ大体今そうなってますけど、大企業中心になっています。で、それがですね、多数のベンチャーが社会を担うということになります。どういうことが起きるかっていうと、これも、先ほどのデータのところでちょっと危ない話があるんですけど、こういったこう全てのデータがですね、こう共有されていくとですね、これを設置するために、これをやるために随分お金がかかったわけですけど、これだとですね、こういったのがこう公開されてますので、それをうまく使って、新しいベンチャーがですね、社会の、多数のベンチャーが社会を担うというような、こう、新しい社会にできてくるでしょうというふうに思っています。まあ、こんなふうなことをですね、私たちは考えて、電通大のこう目標としているところです。でですね、で、じゃあ、まあ今はお話なんですけど、じゃあ次はですね、じゃあどんなことをやろうとしてたかと。いうことと、今やってるやつはどんなことかというのをお話ししようと思います。で、先ほどこう言いましたけど、これですね、3つの相手はどこでもいいという話をしていました。で、最初はですね、最初から JST でやってた、研究なんですけど、これはですね、まあ、こんなやつですね、秋田とか福島とか、そんな人は農業とかスマートシティとかモビリティですとか、薬害とか、その、これ避難、なんですかね、避難とか電通の中とか、まあ、そういったところがですね、データを使って、こう、先ほどの3つですね、こう、みんなつながる、AI で分析する、埋め込んじゃうよっていう、この3つをうまく使って、各サイトの、こう、事業が、本当は自律的に進化すると。ですから、こいつですね、これが自律的にどんどん進化していくんだよと、特定のところですね、特定の電車が進化していくんだよっていうのをですね、別は、これを目指してたわけではなくてですね、実はですね、違うところのデータを使うと、より一層こっちが、進化するんだよっていうのはこういうことです。で、本当に目指してたのはですね、全然違うところのデータがあると、新しいことが生まれるんだよっていうのをですね、この JST の未来社会創造事業で、まあ、こんなのやりましょうと言ってたわけです。ですから、個別のシステムをですね、これで、活性化するっていうんではなくて、全然違うところのデータを使って自分は、進化するし、全然違うところを使うと、全く新しいサービスができるんだよということをですね、もう目標にしてやっていました。でも、これは、お話で、まあ、こういったチームが作ったんですけど、お話で終わっていて、で、その時ですね、じゃあ、って言って、で、ここだけやりましょうと、どっかをやりましょうと思っていた、東京ですね。東京都のところだけは、振り出して、今実装していますし、この電通大のところは、まあ、今度、今やろうとしている。ところです。なので、この話をやっていこうと思っているところです。ですね。で、この東京都の話ですね。東京都の話はどんなやつかというとですね、これはですね、BPSD っていう問題があります。これは認知症高齢者問題というものです。で、どういうことかっていうとですね、急に起こり出すとか、急に徘徊するとか、そういったものを BPSD、これですね、BPSD というふうに呼んでいます。で、それはですね、それがあるとどういうことが起きているかというと、家族が疲弊します。お父さん急に怒り出したとか、変な風になっちゃったとかいうふうになりますし、介護士が辞めていきます。罰声を浴びられて、もう嫌だと言って辞めていくということなので、PSD のですね、予測と対処っていうのはとても重要な問題です。で、それをですね、先ほどのこれですね、これで解こうと。これで解こうということです。で、普通だと、だったらどうするかというと、まあ、今 A メドでもこの同じようなことを私たちやってるんですけど、それは何かというと、普通の医学的知識を使って、こんな時だったら、起こり始めるとかいうのを医学的知識を使ってやるやつですけど、それとは違うアプローチでやっていて、それは何かというと、いろんなところにセンサーを置いといてですね、センサーを患者さんといってもどこかというと、介護施設ですとか、病院ですとか、自宅なんですけど、こうばらまきます。ばらまいていて、で、今お父さんが怒ったとか、今どうしたら、こういう体操をしたら、落ち着いたとか、そういったのを入れてくれます。そうするとですね、それをすべてデータを集めて、で、この AI で関連をつけて、
例えば心臓バクバクっていうのなんですけど、こう、徐脈が3回連続でどれぐらいの範囲で起きると、起こり始める、50分後に起こり始めるとか、そういった普通では分からなかったようなこと、医学的知識では分からなかったようなことをどんどん発見し始めます。ですから、今の囲碁とか将棋っていうのは全然人間とこう違う、戦略で、やっていますけど、打ってますけど、それと同じく、そういった医学的知識ではなくて、とにかくデータを分析して、新しい知識を見出して、で、それをこう専門家に見せて、専門家はよしと言ったら、それを家庭内のエッジに送って、で、例えば30分後に、認知症の障害出て、家出ちゃうよって注意してねっていうことを言ったり、起こりそうなので、この音楽を弾くと、落ち着いたことがあるよとか、そんなのを、出すというようなことをですね、今は、2年目ですね、こういった事業期間の3年目、3年間の事業を、東京都と一緒にやっているところです。で、具体的な中身は今お話したもようなもので、こう、たくさんのデータがあって、で、それをこう、どんどんこう、蓄えていきます。で、蓄えていって、で、これを AI 分析して、いろいろな仮説を作ると。で、仮説を作ったやつをそのままこう、行っちゃうとですね、こう家庭に行っちゃうとまずそうなので、医療っていうのと介護っていう二つですね。二人の専門家が見て、その、診断はあり得るねとか、その対処法は OK だねというのを検証してもらって、OK が出たやつを対処法のデータベースに入れると。それがずっとこう永遠と、進化していくというようなことに、を目指してやっています。今は2年目で、今データが詰まって、AI 分析始めているところです。まあこういうふうに進化型の、ことはこれ実際にやろうとしています。でですね、これは皆さんとこう関係するかもしれませんが、これはですね、結構データは、データは提供してくれます。提供してくれますが、こっちはですね、なかなか提供してくれません。なかなかこう、自分の提供したデータがですね、他の人に使われるというとはなかなか難しくって、まあ、これだと自分に跳ね返ってくるので、データは戻ってきますね。っていうふうに、データの利活用っていうのはとても、難しい、問題だというのはもう、こう、一つの例題でも、わかりますし、もうこれをやろうと思ってた、この、みんなでやりましょうねっていうのを言ってたのでも、問題でしたね。で、それでどうしたかというと、今この三つのやつを、この、やってるのは、この今、BPSD っていうのを実施中ですけど、じゃあ、社会で、本当は社会でやりたいんですけど、社会の、縮図って何かなと。で、利用できるとこ、かつ協力してくれるとこっていうのは大学だなということで、今、大学で同じようなことができないかということを今やっているところです。大学はですね、先ほどの同じ絵が出てくるんですけど、この先ほどと同じこんな絵が出てきていて、この3つの枠があって、で、それをですね、これが大学全体です。大学全体にはどんなのがあるかっていうと、研究者情報システム、皆さんこれやってようとしてるかもしれないですね。業務システム、財務システム、設備管理システムっていうのがあって、それデータベースがあったります。それに、学内の IoT とか AI 技術がありますね。図書館とか教室にいろいろなセンサーとか、人感センサー、CO2 センサー、照度センサー、発電量、いろいろなセンサーが、あります。そういったものを対象にですね、この、分析をして知見を見つけて埋め込んじゃうぞっていうようなことをですね回そうということを言っています。これは電通大一つの社会として見なすということです。それは電通大このデータの所有者ですし、参加者っていうのは教職員ですけど、こういった子は、まあ、私たちは ICT 系なので、どうもですね、それの、理解は深いので、まあ、深いかどうかわかんないですけど、理解は深いので、で、こういったことが、できるんではないかということを今やって、今建物を2つか3つぐらいですね、こういった、この分野にしようとしていますし、こんな、いろんなデータベースも将来的にくっつけたいねというふうに思っています。で、そうすると、例えばコロナ対策が、見つかるだけでなくって、そういった新しい、こう、なんか目が動いたら、どう動いたらの感染者かもしれないですけど、そういったのを検出して、もうドアをロックしちゃって、強制換気が強くなるとか、そういったのが自動的に、動き始めると。とか、エネルギー効率化も自動的に、アップデートされると。で、大学なので、効果的な教育方法を見つけて、どんどん変えていくと。カリキュラムも変わったりするし、図書館の開館時間も変わったりするかもしれないですけど、まあ、そんなのを、やっていきましょうね、ということをやっています。まあ、このようにですね、目指す競争進化スマ社会はこんなものだよって、そのために、たくさんのサイトでやろうとしたんですけど、なかなかデータ出てこなくてですね、で、やってるのは今、特定の問題でデータをシェアしましょうということと、あとは
一つのちっちゃい社会だねということで、電通街全体を、やりましょうということを、言っているところです。で、今はですね、社会を変えようという話をしてたわけですけど、実はこれはですね、サイエンス 2.0 にも発展するというふうに、もう最初から、まあ、JST の時からお話をしています。この JST の未来社会創造事業の時からお話をしていて、この3つっていうのをですね、こうぐるぐる回って社会変えるって話ですけど、この仕組みは科学的発見まで、高速化するでしょうと思っていて、で、もうサイエンス 2.0、この時期からもサイエンス 2.0 にこれつながるよということをお話ししています。で、どういうことが起きるかというとですね、科学的発見を加速するってどういう意味かというと、これまではですね、実験っていうのは科学者個人のデータ集は実験ですよね。で、分析とか発見は科学者の頭の中ですね。まあそういったように個人の努力ですね。努力でやってきたんですけど、このデータ収集、まあ実験ですけど、実験も莫大なデータや機能が使えますし、横に分析とか発見っていうのもですね、今は科学者が一生懸命見て、あ、これとこれは関係してるじゃんとかいうのを見つけるわけですけど、今度は横にですね、助言者として、機械値 AI が隣にいて、こんなの面白いよとかいう発見をしてくれると、助けてくれるというふうになるので、きっとデータ収集と、ですから、ここですね、ここの部分と、この部分で、サイエンスが、加速化するでしょうというふうに思っています。で、例えばね、っていうのが、まあ、この JST に書いてあるんですけど、例えば浮力ですね。お風呂の水がバザッといったら、ああ、そうだ、そうだって、浮力っていうのは、出てきた水の量だといって、有利かって作品になるやつですね。そういった自然現象ですね。で、フィボナッチ数列っていうのはこんなやつですけど、こう、0、1があって、まあ、2つ前のやつ足しますよ、みたいな。そんな、フィボナッチ、一番単純な、こう、2つの、こう、数列ですけど、実はですね、ものすごいいろんなところで、出てきています。花の花弁の数とか、なんかそんなやつですけど、それはですね、こういったのを見つけて、例えばですね、この AI に、こんな、フィボナッチ数列で、説明できるとこを探せとか言うと、全世界のデータが見えますので、あ、実はアリもそうだったとか、カメもそうだったとかいうのが見つけてくれたりします。あとは複雑系で、まあ、鳥がこう、並んで飛んでますけど、まあ、そのようなですね、飛ぶものはですね、実は少数のルールで記述できるんだよっていうのを発見すると、数個の、ルールで、鳥の群れはシミュレーションできるってなって、でから、その複雑社会、複雑系の科学が進んだわけですけど、そういった少数のコードルールで表せますせっていうのをですね、AI が発見してくれると済みますよね。まあそういうふうに、いろいろなこうデータの見方っていうのを探せっていうのもそうだし、これで何かこう関係してるかっていうのを、そういった規則を探せとかいうのも、できているので、で、データがですね、こう社会的なデータであっても、こんなのが科学的発見に寄与するんではないかというふうに思ったりしています。で、人間と機械値ですね。都市伝説の連携例としては人間が仮説を得て、で、機械値に探せと。どっかに世界中にないかって探せというのもありますし、面白い仮説ですね。先ほどこう複雑なものが数個のルールで表せるとか、そういったものを発見して人間に提案すると、そうやって、ああ、複雑系のシステムだなとか、非線系のとこが重要なのかなとか思ったりするというようなことがあるので、まあ、こんな風なところが、ですね、科学的発見を加速するんではないかというふうに思っています。で、あと3分あるんですかね、2分かな。でですね、まあ、こんなふうなことを考えたんですけど、実はですね、なかなかうまくいかなくって、で、それでその解決すべき課題っていうのをお話しますので、それはきっと、皆さん方がこう、やろうとしている、オープンデータで科学的なのを、高速化するというのに使えるんじゃないかなというふうに思っています。で、課題が3つあって、で、多くの基盤技術が必要ですよっていうことですね。一つは、個別連携して、AI で、で、安全性というやつですね。そういったのを、ちゃんといろいろな学問分野で、示さないといけない、研究しないといけませんし、政策も重要ですね。ちゃんとデータを出しましょうとかいうのをですね、政策でやらせないと、なかなか集まらないと。で、今回の例で言うと、皆さん方の例で言うと、で、公的な資金を作って、で、出たデータは公開しろみたいなことを言うので、まあそれはまあかなり政策っぽいですけど、まあこういったいろいろなこう、アートからビジネス、政策系まで含めて研究しないといけないねというふうに思っています。あとは2番目はですね、かなり大きいデータがないとつまんないよっていうことですね。たくさんのいろいろな人がこうデータを集めてくれないと、うまく回りませんと。どう集めるかが問題ですっていうことですね。で、3番目はですね、反対する人が絶対出てきますっていうことです。これ社会構造が大転換って書いてありますけど、これはサイエンスのやり方が変わります、ね。皆さんのやつで言うと。
そうすると出すとですね、データを出すと他の人のためになるかもしれないわけですね。でそうするとですね、なかなか、出してくれないと。既得権益を守りたいところがなかなか出してくれないので、で、公開しないことには真のオープンイノベーションが生まれないわけです。なので、どうにかして、たくさんのデータですね、こう、既得権益を守りたい人たちをどうにかして、これを変えないといけないということになります。で、そうすると、まあ、どうやってやるべきかというとですね、先ほどこんなん1、2、3っていうのは、こう、多様な研究必要だよとか、こんなん2についてはですね、特定の社会に適用したなんか成功事例があると、みんな出してくれるかもよって、出すといいことがあるよっていうのをこう示さないといけないということですね。で、困難さんっていうのはこう出したくないよってやつですけど、これは政策の整備が必要ですね。政策の整備が必要でデータ機能をオープンしないといけないよとか、それともう一つはですね、それをですね、誰でも自由に使えるんだよって民主主義的な 法整備とか強制させてこう国が使うとかいうのはまずいので、民主的な法整備をしとかないとまずいねと思っています。なので、まあこういったこう競争進化スマート社会の例で喋ってますけど、皆さん方のオープンサイエンスもそうですけど、それは国家的プロジェクトでやらないと進まないんでしょうね、というふうに思っているところです。で、最後ですね、まあ政策の必要性で言うと、EV 化はこう政策でこうやってますけど、あとデータがですね、データがこう出てきたのは、銀行が実はデータが出てきています。これは EU がですね、データを出さないといけない、銀行のですね、データと機能をオープンしないといけないっていうのをですね、こう、EU が命令しちゃいました。命令すると、実は Web API でデータ、私がお金いくら持ってるってやつですけど、機能っていうと、どこからどこまで転送、お金を振り込むとか言うんですけど、それが、オープンになりました。そうすると、オープンになったらどういうことが起きるかっていうと、いろんなベンチャーがですね、発達して、で、新しい、フィンテックがガンと起きてるということです。ですから、まあ、こういったこう政策がとても必要だというふうに思っているところです。ということで、以上でした。はい。で、私の話は、佐野先生、どうもありがとうございました。はい。はい。はい、ありがとうございました。それでは、質疑応答に移りたいと思います。ご質問が一つ来ていました。田野学長に質問です。先生がもし人文社会科学系学部を要する総合大学の学長だとしたら、今日のご講演内容を受けてどのような大学運営をされるでしょうかというご質問が来ております。はい、そうですね。実際はですね、こんなふうにいろいろな、こう、例えば、こう、文系の人とはですね、この話を実はしたいというふうに思っているのと、社会をどう変えたいっていうところはですね、実はこれ文系です。で、私たちができるのはこの中で、このこう AI とか ICT の中はできるんですけど、こことビジネス系と政策系のところと、実際、じゃあ社会はどうなってほしいのっていうところはですね、かなりこう、まあアートに近いというところなので、こことは、全学で一緒にやりましょうねっていうふうに言いたいところです。で、私たちないので、そこと外と一緒にやろうねっていう連携をですね、強化しているところです。はい、ありがとうございます。はい、もう一つご質問があります。スマート大学というワードにワクワクしますと、はい。新技術によるスマート化や新サービスは研究教育面では率先して導入されるものの事務方にはなかなか恩恵がないイメージがあります。人が持つ習慣が変わることへの心理的抵抗感を超えて大学構成員が一丸となって競争進化するにはどうしたらいいとお考えでしょうかというご質問が来ております。はい、で、以前はですね、スマート大学をですね、2、3年前目指してたわけです。で、それは、さっき言った全てのデータが集まるよとか、データベース整備しましょうねとかいうふうに言ってて、それは結構反対食らってました。2年前、3年前です。私が学長になる前ですけど。で、それでしょうがないから、で、それでしょうがないかっていうと、こうなんか、コンサルを入れて、どんだけ、不効率ですよとかいうので、説得しようとするんですけど、もう今は平気ですね、なんと。コロナのおかげでですね、すべてのデータは繋がないとまずいよって、すべて、ネットの自宅でできるようにしないと困っちゃうよっていうのがですね、そのためには、こう仕事のやり方も変えないといけないんだぞっていうのはですね、もう事務の人はね、わかりましたね。なので、コロナのおかげで、これはですね、ものすごく加速すると思います。昔はですね、デジタル化すると仕事のやり方が変わって、で、反対が増えるんですけど、これはデジタル化しないと、在宅勤務ができなくって、効率が悪いから。で、みんなやりましょう、やりましょうっていうふうになってるので、まあ、コロナの時代がですね、まあ、チャンスだというふうに私は思っているところです。はい。はい、ありがとうございます。まだちょっとご質問ありますけれども、これはまだ後でということで、田野先生、どうもありがとうございました。